ボリューム3ではダート路面と急坂路についてです。インストラジオキャンツー編、行ってみましょう。テントサイトの近くに、バイク進めていくと、当然ですがアスファルトの路面だけではなくて、ちょっとしたデコボコ、いわゆるこうダート路面ですね、そういったところを走っていくことも多いかと思います。でそういったところを走ると、道路の端から出てくる木の枝ですとか落石の数もかなり大きくなったり、数も増えてくると思います。ですので、ぜひそういったダート路面走っていく際には、もうその先に障害物があるものだと思って、ちょっと余裕を持って走っていただくと、すぐ止まれたり、あるいは、ね、心の余裕はやはり運転の余裕にもつながってきますので、ぜひそういった速度を落とす、もう先に何かあるっていう、ちょっと、ね、予測をしながら走っていただけると、安心して走っていただけると思います。キャンプ場に着くと砂利道や大きめの石が転がっていたり、障害物があることも少なくありません。皆さん、先が見えないと不安を感じますよね。私は初めて行くキャンプ場では受付を済ませた後、自分のサイトまで必ず歩いて行って路面状況を確認するようにしています。先が見えないシチュエーション、皆さんも少しでも不安があるなら、バイクを一旦降りて先の様子を歩いて見に行くことも時には重要です。キャンプ場の近くの道なんかで行きますと、坂道増えてくると思います。そういった時のバイクの走り方、特に体の姿勢ですね、これについて少しお話ししていきたいと思います。基本的にはライダーは地球に対してですね、垂直にいる、そんなイメージを持っていただいて、上り坂の時には体を少し前傾に、基本的に登っている時には、荷物そして人間の重さは後ろのタイヤにかかってきます。あまりにも後ろのタイヤに重さがかかりすぎてると、前軽くなってしまって、横のことがないと少ないかと思いますが、前輪がこう上がってしまったり、急な坂道ですとバランスが取れなくなってしまったりということは考えられます。逆に下り坂ですね、下り坂の時には人間が前に行き過ぎないように、ちょっと体を後ろに、お腹をちょっと引っ込めるような、そんな、ね、イメージをしていただけるといいかと思います。そうすることで今度は、ね、前に重さが行き過ぎずに、バランスよく姿勢を保つことができます。はい、次にですね、坂道での止まり方について、お伝えしていきたいと思います。坂道結構ね、途中で止まるっていうのは不安があるかと思いますけれども、場合によってはね、すぐ止まらなければいけないっていうシチュエーションもゼロではないかと思います。そういった時に特に気をつけていただきたいのは、ブレーキしっかりとかけていってください。特に上り坂です。上り坂のブレーキかける時に、じゃあ止まるぞって言った際に前ブレーキだけ握ってしまうとどうなると思いますか？実はこれですね、坂道が急だとそのままバイク後ろに下がっていってしまうんですね。ですがリアブレーキをしっかりかけることによって、この後ろにかかる力を、ね、止めることができます。どうしても止まらなければいけない場合は、勇気を持ってエンストさせましょう。ちょっと止まっていきます。ちょっと、はい、今ねちょっとねわざとエンストさせていきました。で今前ブレーキと後ろブレーキしっかり握っていますが、しっかりエンストさせていれば、今ねブレーキを離していきましたが後ろに下がりません。ギアが入っていれば、このような形で、ね、ギアが後ろに下がるのを食い止めてくれます。再発進するときですが、まずリアブレーキですね、しっかり踏んでください。リアブレーキを踏まずにクラッチ握っていくと、また後ろに下がっていってしまいますので、しっかりリアブレーキ踏んでいただいて、この状態からクラッチを握っていくと下がりませんね。この状態でアクセルを少しずつね、入れていきたいと思います。はい、先ほどまずクラッチをゆっくり離しながら、音が変わったところで維持していきます。この状態でリアブレーキを少しずつ離しつつ、アクセルを少しだけ回していくと、徐々に進んでいきました。はい、この状態になりましたら、アクセルを維持してクラッチを離すと、無事に再発進することができました。今回のワンポイント、坂道でバイクを止めるときは、斜面の上側にスタンドが来るように、まずバイクを居続けてください。
ニュートラルのままではなく、一足に入れてバイクが動かないようにすることも忘れないようにしましょう。ハンドルの向きも左に切ることにこだわらず、バイクが安定する位置を毎回探すようにしてみてください。地面が柔らかい土などの場合、スタンドが埋もれてしまう可能性もあります。私であればスタンドの下に敷く板を常に準備しています。